松永のどかは長唄の名跡。四代目のみ和風と漢字表記を変えた。松永流の開祖水戸の生まれ、松島も平時の門邸の松永忠五郎が1795年に数替えでと改名。1774年には江戸志村座二人湾急デリズたで公表を得る。安政四年5月11日1811年に二代目。 吉村伊三郎門下の吉村玄太郎が二代目中五郎を襲名。あと数楓となる。大正5年10月15日本名は保坂哲太郎。実家は江戸日本橋の寿司屋。元は清本出身で清本加納太夫。五代目中五郎の女性になり長唄に転身し六代目松永哲五郎。1874年に新富座で立った。 1877年に7代目中五郎。1880年に3代目和風を襲名。長田に独特の清本の節回しを取り入れ活躍。1888年には中村座の林頭。晩年は9代目市川段十郎との不和で劇場を去り1897年に東京長唄組合に組織もうまくいかず引退。段十郎没後は 松永哲夫を名乗り明治座のー歌となった。松永和風日記は明治時代の長唄を知る上で貴重な文献として伝えられている。篠田光蔵、明治百話に和風の記事あり、つばたま州に和風談話あり、1913年に完全に引退し骨董屋を開いた。倉間山 SP レコードが数種残されている。 四代目南風2月18日昭和37年9月26日、本名は吉田貞次郎。東京神田の生まれ、鉄道管理をやっていたが長唄に転身し、当初は三味線で二代目、紀根谷六四郎、17歳頃には三代目、紀根谷翔太郎に指示。はじめ活動、東京座の会場式に出演している、後歌方に転じ、三代目和風の門下となって、 松永和幸を名乗った。その後一門を十二代目、絹や六左門の植木天派に移籍し、中村久五にとなったが、植木天派も離れて、英五郎、鉄の城などのを名乗る一時劇場を撤退も復帰し五代目、吉村幸次郎を襲名。歌舞伎座の鶴井の誓いに参加し活躍。1929年12月に四代目和風を襲名し松永屋家元となった。 1931年に漢字表記を和風とした。大正から昭和にかけて多くの SP レコードを残す。用紙が9代目鉄五郎。母書は雑誌がや霊園。ありがとうございます。